ホーキンス90巡洋艦。ホーキンス90巡洋艦は、イギリス海軍の従順洋艦の艦級。1915年に設計され、第一次世界大戦の間に5隻が建造された。本級は当初、改め、バーミンガム級とされたが、一番艦の艦名から、キャベンディッシュ級と呼ばれるようになった。しかしながらキャベンディッシュは建造途中で空母へ改装、ビンディクティブとして進行したため、 最初に巡洋艦として巡航したホーキンスの艦名からホーキンス級と呼ばれるようになった。ホーキンスの艦名はエリザベス朝時代の航海者海軍軍人のジョン・ホーキンスにちなむ。第一次世界大戦諸島にドイツ帝国海軍の東洋艦隊の装甲巡洋艦や防護巡洋艦が通称破壊に活躍した際、その対処にイギリス海軍の既存の防護巡洋艦や 仮想巡洋艦では火力不足であったため有力な装甲巡洋艦や軽巡洋艦が通称護衛に必要不可欠であった。さらにドイツ本国艦隊には15センチメートル砲を搭載した新型軽巡洋艦が配備されつつあり、これらが大西洋で通称破壊に出た場合はイギリス海軍の既存の巡洋艦だけでは対応できないことが予想された。このため、 イギリス海軍は1915年6月に画期的な能力を持つ大型軽巡洋艦の開発に乗り出した。ドイツ新型軽巡洋艦の 15cm 砲を圧倒できる7.5インチ、19.1cm 砲を7門搭載し、片言砲力は6門、高点下でも高速で巡航できるドイツ仮想巡洋艦を補足可能なだけの高揚性。 後続力を備えた大型軽巡洋艦として設計され、1915年度海軍計画で5隻の建造が承認されたのが本級である。つまり、本級は本来は強力な軽巡洋艦、ライトクルーザーであった。これが重巡洋艦、ヘビークルーザーに分類されるのは、1930年のロンドン海軍軍縮会議の規定によるものである。 半球の基本設計は、バーミンガム級にとり、還元の高い朝鮮首労型船体を採用した。全く、甲板の前後の傾斜のない監視甲板上に、新設計の、マークバイ1919 19年型19.1センチメートル、45口径速射砲を棒立てのついた、単素砲がで背負い式に2機を配置した。2番手砲の基部から、上部構造物が始まり、 司令塔を組み込んだ環境のの背後に三脚型の全部マストが立つ全部マストの背後には全部が太い日本煙突が立ち、煙突の周囲は関西低置き場となっており、日本一組のボートダビットが片元三基ずつ、計六組で運用された。原則甲板上には二番煙突の側面に三番四番手法が片元に一基ずつ配置された。その他に、 対空火器として、7.6cm、45、後継広角砲が、単装砲がで、片元に機ずつ、計4機が配置され、他に、対水上用に、7.6cm、40後傾速射砲を6機搭載した。2番煙突の後方には、後部見張り所と、簡素な後部マストが立ち、選手楼の尾部に5番手法が後ろ向きに1機配置した、ところで、 選手楼が終了し、乾板1段分下がった後部乾板上に6番7番手法が後ろ向きに直列に1機ずつ配置された。本級の手法には新設計のマークバイ1919 19年型 19.1cm45 口径速射砲を採用した。性能的には重量 90.7kg の砲弾を行角30度で 初速844メートル毎秒で打ち出し最大射程19300メートルまで届かせる長射程を持っていた。この新型砲を M 単装砲まで7機搭載した。砲身の不要能力は行角30度、不角5度で旋回角度は300度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物で以下に制限を受けた。主砲身の砲の旋回、 砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分後から6発である。対空兵装として全球に引き続き、マーク I1913 年型7.6センチメートル、45口径広角砲を採用していた。元は、耐水雷艇用の速射砲を、広角砲に改造した代物で、 その性能は5 6 7ラムの砲弾を行四45度で9 9 7 0ルまで、最大行角90度で、最大射高7 1 6 0ルまで到達させた。砲画の旋回と不行は主に人力で行われ、砲画の旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物でいかに制限を受けた。不行は行角70度、 深く重度であった。これを単装砲がで4機を搭載した。あとに、エッフィンガムの近代化階層において、新型広角砲は、マーク V10.2cm45 口径、広角砲を採用している。14.6kg の砲弾を行角44度で 15,020m、最大行角80度で 9,450m の高度まで到達できた。装砲は、 左右方向に180度旋回でき、不行は行角80度、深く5度で、発射速度は毎分10から15発だった。これを単装砲がで4機を搭載した。他に、手法でも対応できない相手のために53.3センチメートル、水中魚雷発射管を単装で4門を管内に、水上魚雷発射管を、甲板上に、単装で2門を搭載した。 本級はドイツ海軍の軽巡洋艦を追撃するために最大速力は30から31ノットの高速を求められたため実現するには出力は7万馬力という高性能機関を船体の小型な巡洋艦に搭載する必要性があ。このためボイラー数は12機となり推進機関は最新のギアードタービンが採用されイギリス巡洋艦では カラヤビ級以来の4軸推進となった。なお、外軸側のギアードタービンのみ後続距離の延伸のために巡航用タービンが接続されていた。また、燃料補給の不透明な植民地で使用するために、設計段階では、当時主流であった石炭と1910年代では、あまり普及してなかった重油を使用できるように2種類の異なるボイラーを搭載したが、 燃料状況の向上した後期の管は、重油戦勝艦10機のみに改められた。また、時期により、タービン形式が異なっており、以下に示す。なお、前期グループで、ホーキンスのみ1929年に、石炭戦勝水管管2基を撤去して、重油専門となったが、代償として出力が5万5000馬力に低下した。 チャタムゾウ戦書にて1916年6月3日、寄港、1917年10月1日浸水、1919年7月、春港、1947年8月除籍後に解体処分。ベアードモアゾウ戦書にて1916年10月4日、寄港、1919年8月28日浸水、1921年7月、春港。 1922年8月除籍後に解体処分。ハーランド・ウルフ社ベルファスト造船所にて1916年6月26日、寄港。1918年1月17日浸水。1918年10月に、水上規模艦に改装して収益。1923年に、巡洋艦に、復帰。1936年に練習艦に移籍。 1946年2月除籍後に解体処分。ポーツマスゾー選手にて1917年4月2日、気候。1921年6月8日、浸水。1925年7月竣工。1940年5月17日事故により、解没処分。ポーツマスゾー選手にて1916年8月2日、気候。 1920年3月20日浸水。1924年9月竣工、1949年3月除籍後に解体処分。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。